おはようございます。今日はですねチェンジングチェンジズかのハウトちょっとやっていきます。キーは C です。C を押さえてこのミュート で1弦だけね多分ミュートしない感じ。1弦あ1弦じゃない2弦と3弦ぐらいこんな感じで、これが肝になります。あと D マイナーでこういうのも出てきますね。じゃあ前奏からいきます。ワンツーこんな感じ。じゃあじゃあつじゃでこのサス4を入れて4弦の2フレットから3フレットに上がります。こんな感じ。でミュート5弦の3フレットをミュートしてでこの2弦まで1本ずつ弾いていくと。で Dm でなことあります。 Dm と D サス4 D のねルートはこの4弦開放なんで5弦6弦は弾かないでください。でもう一回 C でで歌入ります。歌はサンドコードでね、5弦の3と下の2でその次に Dm5 弦の5と下の3こういう感じ。じゃあじゃあスチャ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 はこの小指で4弦の5フレットを押さえてミュート、5弦のミュートを忘れずに。でまた C に戻ります。でここでもまたトンカンタンコンが入ってもう一回同じことをします。今まで僕ずっと間違えてましたね。じゃあじゃあじゃなくてじゃあつつつじゃあつじゃあでしたね。で B メロいきます。 B メロじゃないサビかじゃあつつつじゃあつじゃあてててこの Dm、Em が来て5弦の5と下の3そのまま2フレット上がる。でサビいきます。 F Em Dm この1弦1フレット離すつけるこういう感じ。その3回目の Dm はこっち行きます。の Dm7 小指を離してで G から F Am G Am って感じですね。でまた歌入ります。繰り返しは一緒かな。
で、このソロ前にまたこの C でミュートトゥクトゥク、ミュートトゥクトゥクを入れてサビに行きます。サビじゃない、ソロに。ですね、1弦の1、3、5を使って1、3、5、3、1、3、1、1、1、3、5、3、1、3と弾いて、それと同時にこの上の3弦の開放を一緒に鳴らすとこういう感じ。で、その次はね、4弦の開放と4弦の開放を鳴らしっぱなしで、3弦の9、9じゃない、7、7、7、9、10、9、10、12と弾きますね。その次はまた3弦の開放と一緒に2弦の8、7、5、7、5、5、5、5、5、5、7、ちゃちゃ、8、6、5ですね。8、6、5、6、5、5、5、6、5、6、6って感じ。この辺適当に弾いたから分かんないな。5、6、10とか言ったかな。で、また今度は13まで上がります。開放の3弦開放と同時に、13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 、
6から8に最後はスライドですね。ちょっともう一回いってみよう。ね、13、まあ、この解放の3弦は鳴らしません、今は。13、13、13、12、13、12、8、10、8、18、6、5、6、5、6、8ですね、多分。でまたこっち上がります。4弦の0と下の弦の7、7、7、9、10、9、10、12にスライド。最後は2弦の8、6、5、3、1と3弦の解放ですね。ちょっとね、複雑ですよね。でちょっとソロをゆっくり弾いてみます。で言い忘れだけど、最初この小説の頭、小説じゃねえな、4小節区切りと考えて一番最初の頭だけチャカちゃんと弾きますね。最後間違えた。
6までしか上がらないですね。あのライブだとねここまで上がったりするんですけど、 CD だとこの5、6で終わりですね。5、6、5か、こんな感じで。で、ソロが終わって、でまたギター1本で歌メロですね、 A メロ。最後は Am で終わりという感じです。はい。とりあえずね、今回のこの曲はソロもまあまあゆっくりだと思うんで、よかったらコピーしてみてください。で、弾けるようになったらどうか教えてくださいね。今回もありがとうございましたということで、ちょっとねこれのワンポイントアドバイスは、あの以前のね Dear My Friend の時も言ったけど、あの全部ダウンピッキングでいきましょうって、このソロもそうですね。今のこのチェンジズのこの復元のね、こういう弾き方の時はね、このオルタネートで弾いちゃうとどうしても上の弦が弾きづらくなっちゃうので、全部ダウンでいきましょう、ジャガジャン以外は。ここはですね。で、あのね、ソロの終わりのこのギター一本になるじゃないですか。で、その後にベースも入ってドラムも入るんですよ。その時はね、ライブで印象的だったのは、ギターは実音で弾きます。ドラムもすごい激しいし、実音で弾いた方が、もしバンド3人でやるなら実音で言ってください。で、Dマイナーも、ここはねアルペジオにしたりしてましたね、ケンさんは。こんな感じで、あのですね、オリジナルをあんまり崩さんけども、ちょっと自分のオリジナルを入れちゃうぞっていう精神で行ってみてください。今回もありがとうございました。